赤き月の回る頃は、日川新著、なぎかすみさし絵の日本のシリーズ小説、角川ビーンズ文庫から発売されている。架空の国、六村の隣国、ブローでの不穏な動きを知り、六村王はスパイを送ることを決意する。白羽の羽が立ったのは、呪服で不思議な力を持つ、第二王女、レウリアだった。南の隣国アリアの皇付きの次女として、ブローに潜入し、 調査を進めるレウリアは、城内に蔓延する病に苦しむ人々を放って、置けず、密かに奔走する。だがそれを、ブローの代に応じ、ジェラールに怪しまれ、正体がバレてしまう。ブローは、ロクソンに、レウリアとジェラールの結婚かレウリアの処刑かという、究極の選択を突きつけてきて、ブロー以外の国々との国境は、険しい山脈。ブローとは、長年戦争が続いていた。 国王はケレウス。国内で飼育が盛んな羊から良質の毛が通れ、そのため織物や染色が発達。イニシエの神を崇めているので魔術は異端とされている。六村と唯一国境が接する国。国土の十分の一が永久凍土で、そのため肥沃な六村を狙い幾度も戦争が起こった。国王はシリス。伝統的に長子が姿勢を司り、 自死が軍を統率することになっている。昔から、鉱物の産地として有名で、その一つの鉄鉱石から作られる鋼は高価で、取引される。レウリアの母な主派や、クラウスの妻イリーシャの小国、神秘の国と呼ばれる。未だに古い神々を建て祭り、巫女が国を守ると伝えられる。ただ、信仰の深い六村ですら実情をよく知らない。 赤き月の回る頃グレの王子と囚われの花嫁 ISBN978 から4から04から45万4701から1赤き月の回る頃二人の旧婚者 ISBN978 から4から04から45万4702から8赤き月の回る頃異国の騎士は姫君を奪う ISBN 978から4から04から45万4703から5赤き月の回る頃なくした記憶のかけら ISBN 978から4から04から45万4704から2赤き月の回る頃もう一人の花嫁候補 ISBN 978から4から04から45万4705から9 赤きつきの回るころ色の約束 ISBN978 から4から04から45万4706から6赤きつきの回るころ奪われた多い ISBN978 から4から04から45万4707から3赤きつきの回るころ二人きりの婚礼 ISBN978 から4から04から45万4708から0赤きつきの回るころ祝福の 花嫁 ISBN978 から4から04から45万4710から3ザビーンズボリューム13より短編が連載され短編集祝福の花嫁に収録されている他に3巻から購入特典として描き下ろしペーパーが初回限定で付属したり完結カウントダウン企画として2011年7月から特設サイトから ウェブ小説が配信された。音中沢貴作が、月刊、アスカ連載、2010年9月号から2011年7月号まで、赤き月の回る頃、第1巻 ISBN978 から4から04から85万4578から5赤き月の回る頃、第2巻 ISBN978 から4から04から85万4642から3。 ありがとうございます。